はい、ミスター M さん、お疲れ様でございます。あ、昔のいでたちですね。ビフォアのところでございます。本日、この動画ね、YouTube でご覧の皆様、今日は何日かわかりませんけども、11月7日の放送でございます。ミスター M さん、キッチンから。はい。お久しぶりです。はい、どうも、ご無沙汰しております。今日はどうも、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。で、YouTube でご覧になる方が、もしかしたら多いかもしれませんので、ちょっと多少ね、時間の前後があっても大丈夫ですんで、リラックスして、今日は楽しませていただきます。よろしくお願いします。はい。それであと数十秒でスタートしますので、ちょっと待ち構えていたいと思います。それではね、YouTube をご覧の皆様、このあたりから放送になりますんで、よろしくお願いします。ミサミさん、そちらの方は、ここはどうですか？寒くなってきた感じですか？なんかタンクトップですけど。一応いつもの、制服で出ようかと思いまして。はい。気合を入れています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、ミスター M さんをお迎えして、今日は、マイナス25キロダイエットの秘密についてお話しさせていただこうかと思います。それでは改めまして、ミスター M さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。私の方から最初にね、簡単に紹介させていただきますけども、前回、ガチンコマッチョクラブで、これ筋トレコンテンツね。100キロ以上の、あの時何キロぐらいでしたっけ、体重。100近いぐらいありました。はい。まあすごい、もう一目でわかるぐらい体型がね、こう、大きかったわけですけども、現在こんなになってしまったんですが、その前に一つ段階があって、こう、マッチョな体になったんですよね。あの時は。そうですね。で、その肉体改造の過程を1年にわたってお届けしたのがガチンコマッチョクラブで、まあ私とのやりとりも途中入ったりとかね、男塾みたいなコンテンツの中に入れたりとかして非常に面白くて、焼肉大会してみたりとか、なかなか面白かったなと思いますけども、その筋トレコンテンツで成果を出されたミスタイムさんが、再度ね、この放送を通じて皆様にお伝えしたいことがあるということで今回来てくださいました。これ新しいミッションになります。で、もともと100キロを優に超える巨体で、なんとかこのね、肉体改造したいという取り組みから筋トレ動画を中心とした各種トレーニングを紹介してくださった。もうあれもすごくね、私たち40代、50代には、ものすごくためになるコンテンツだったんですけども、さらにその模様を1年以上ね、この放送してくださって、当時見事に肉体改造に成功したっていうところは、多くの方の知るところだったと思いますけども、あれから1年ぐらいね、1年ぐらいだったかな。私の方からはちょっと YouTube の更新がないような状態だったんですけども、たまに YouTube のコメント欄に私の方はね、メッセージ書かせてもらって、ちょっと様子を見るみたいな感じでね、ジャブを送っていたんですけども、この度、さらなる肉体改造をご覧のように終えて、マイナス25キロダイエットメニューっていうね、ものすごく人気のダイエットメニューのコンテンツが毎日更新されてるわけですけども、こちらで YouTube 動画に新しい波を起こしてくださってるんですよね。で、さらに以前とは全く違った体格、もう細マッチョですね、見るからに。これを完成させて今日再登場してくださいました。では、ミスタイムさん、自己紹介から最初、軽くよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ミスター M と申します。お久しぶりです。お疲れ様です。住まいは関東地方に住んでおりまして、現在年齢が40代の前半ですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。まあ、前回と1年ぶりくらいになるわけですけども、今回ね、再度こうして対談にご出演いただいたわけなんですけども、今回は主にどんなメッセージを、これ視聴者さん、YouTube の視聴者さんに伝えたいなと思ってます？今回のメッセージは、YouTube を再開させていただいたんですけども、私、ダイエットレシピ、ミスター M っていう、チャンネル名に変えまして、再スタートしました。で、私のダイエットは、食事が9割。で、しっかりと食べて、健康的に痩せるダイエットです。で、今回は、
今回見ていただいている方に、見ていただいている方の幸せのために、健康的に食べるダイエットをお勧めいたします。いうことが今回のメッセージで、そうですね。はい。はい、考えています。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ミスタイムさん、ダイエットをしようと私も何度もトライしたんですけども、いや、ぶっちゃけお腹が空いて、どうしてもその壁を越えられないんですよ。しかも、甘いものとか、辛いものとか、刺激物ってのは、まあ、一回慣れてしまうと、それがないとね、なかなか、こう、気合が入んなくって、筋トレもできなかったりとか、まあ、要するに根性の問題もあるのかもしれませんけども、でも根性が今一歩足りないときには、ちょっとしたね、ダイエットメニューの工夫で乗り越えられたらなぁとは思ってるんですけども、そういった40代を過ぎて50代に差し掛かった方でね、あの、健康診断で、あなたちょっと肥満になってますよとか、それから糖尿病予備軍ですよみたいな診断が降りた方って結構多いと思うんですよ。でも、その時は意識するんだけども、1ヶ月ぐらい経ったら、またラーメンをね、深夜に食べたりとか、なんかビールをいっぱい飲んでみたりとか、どうしても、会社の付き合い、お仕事の付き合い、それから家に帰ってほっと一息で、なんかね、晩酌したいっていうことあると思うんですよ。で、そういったところでも、今回のミスター M さんのダイエットメニューってのは、基本的に砂糖なしとか、あの、台所にある調味料でできちゃったりとか、本当にこう、冷蔵庫の余りもんでパッとできるのが多かったように思いますけども、割と誰にでも取り組みやすいメニューを中心にやってくださっているように私から見えたんですけども、まあそういった料理を通じてっていうのもあると思うんですけどね。今回ミスターアイムさん、かなり体型が変わって私もびっくりしたんで、早くライブ放送出てほしいなと思ってたんですけども、この体型が変わったことっていうのは何か大きなきっかけはあったんでしょうか？はい、大きなきっかけは私にありました。で、以前の私っていうのは、まあ、わけありまして、強制労働を10年していて、そのうち5年間がホームレスという地獄の時代がありました。それで、5年間のそのホームレスの生活から解放された私は、まあ、それまでずっと溜まりに溜まっていた我慢が爆発して、あの、暴飲暴食に走って、見る見るうちに太って、まあ、気がつく頃にはもう体重100キロを軽く超えてしまっているっていう状態でした。で、その頃の私っていうのは毎日体調が悪いし、疲れやすいし、疲れが取れない。で、体が重い。うん、でも、体重が重いと、あの、膝に来るんですね。で、膝が痛い。あの、走るのも難しい。歩いてても痛む時があるっていう感じで、また頻繁に立ちくらみがしたり、まあ、メンタル面でもストレスを感じやすいっていうような、そんな日々が続いてました。まあ、それで、ついにはある日、あの自宅で気を失って倒れて、で、あの部屋に、あの、大きな鏡を立てかけてたんですけど、はい、そこにもう頭から突っ込むっていうことがありました。で、さすがにこれまずいっていうことで、ちょっと病院に行きました。まあ、そうしましたら、まあ、お医者様の方から、糖尿病の予備軍であるっていうのと、自律神経失調症っていうような状態で、このままの生活をしていると長く生きられないっていうような話を受けました。まあ、これがすごいきっかけになったんですけども、まあ、このままではいけないっていうことと、まあ、健康をなくしては、私の人生は取り戻せないなっていうふうに、強烈に思いました。まあ、そのことが、あの、私のダイエットを決意した大きなきっかけでした。なるほどね。はい。はい、じゃあ、以前は大きな借金を抱えて、もう半ば強制労働、ホームレスみたいな
もういわゆるお金にものすごく負担がかかっていたけども、返済が終わってお金の負担がなくなったと思ったら、今度は健康を取り戻さないといけないっていうところに行き着いて、まあ筋トレもしてみたんだけども、だけどもっと体を絞らないとやばいよっていうことで、こう本気の取り組みが今日今実を結んでいるよっていうことなんですかね。そうですね。そういう流れで今日に至ってます。うん。はい。やっぱりこう多くの方が健康っていうテーマには40代の半ばぐらいから本気で取り組まないとやばい。例えば家族を抱えていらっしゃる方、まあ独身の方もいらっしゃると思いますけども、何をやっても疲れやすいと仕事も続かないし、仕事が続かないと信頼もされないし、いろいろと任せてもらえないし、まあいわゆる悪いスパイラルには入りますよね。で、体調が悪いから休みがちになると、それがまた肥満のきっかけになったりとか。で、体がだるいから、ちょっと刺激物食べたり、甘いもの食べて、ちょっとリラックスしようかなと思ったら、それがまたずるずると深みにはまって、どんどん悪い方に行くってのは、私たちも十分わかってるんですけども、でもなかなか止められなくなって、ある時気がついたら、はい、あなた手遅れよ、みたいなことがあったりするわけですが、昔はね、男性国ってのが、まあ、大人の男性、まあ女性もそうかもしれませんけど、ものすごく怖いことだというふうに思っていましたけども、どっちかっていうと、癌は今ね、早期発見、早期治療ができちゃって、癌でもなかなかね、死ねなくなってきたっていうか、治っちゃうみたいなこともよく聞きますけども、こと肥満っていうのは、だんだん太っていくから、なんかこう、期間がなかったり、で、ちょっと太ったぐらいじゃお医者さんにはなかなかいかないんで、指摘されることもないし。で、悪いのがね、周りを見たら大体同じ体型になるんですよ。40代とか50代って。で、俺はまだマシかなと思っちゃうところがお互いにあるんで、やっぱ手遅れになることが多いのかなと思いますけども、まあ、ミスター M さんの場合は今回ね、見事にお医者さんの忠告を聞き入れて、で、マッチョクラブの時の体験もあったのかもしれませんけども、まあ、運動から食事療法にシフトされて、で、当時のザイグルもね、未だにこう活用されてて、ものすごく上手にお料理もできてると思うんですよ。で、実際に今、ものすごくヘルシーな体を手に入れて、この視聴者さんの中で、どんな方にメッセージを届けたいと思ってます?年代とか、どんな悩みを抱えてらっしゃる方、将来どんな健康体を作りたいよっていうふうに思ってる方、たくさんいると思うんですけども、その辺教えていただけますか?はい、わかりました。まあ、今の私は、まあ、ダイエット成功後、ドクターストップもかからなくなりましたし、もう、今も体も軽いですし、まあ、疲れにくくなったり、まあ、ストレスも感じにくくなって、まあ、精神状態も安定してて、常に前向きな姿勢に変わったなっていうふうに実感しております。うん、で、健康に、まあ、今回そのダイエットを通じてなんですけども、健康について学ぶ習慣が身についたことだったり、ダイエットでリバウンドしない自分なりの方法にもたどり着けたので、やってよかったなと思ってまして、今の私を支えているのは、自分の人生を取り戻したいっていうの強烈な動機が、まあ、さらに高まってきてます、最近。はい。素晴らしいと思います。はい。やっぱりこう、健康にお悩みの方にはちょっとメッセージ伝えたいなみたいなお気持ちが。そうですね。なので、今回のメッセージで伝えたい方っていうのは、健康的な体を手に入れたい方だったり、若くありたい。うん。まあ、健康的に痩せたい。うん。糖尿病とはじめとする、まあ、病気になりたくない方だったり、まあ、ダイエットやってみたんだけども、リバウンドしてしまって、どうしたらいいかわかんないような方、そうですね。うん。それだったり、まあ、別の角度からだと、強靭な精神力を身につけたい方だったり、まあ、恋愛を成功させたい方だったり、はたまた結婚を成功させたいとか、
人生を成功させたいとか、うん、まあ、これ全部私当てはまるんですけども、まあ、今まで諦めてきたことを、まあ、もう一度挑戦したいっていう、まあ、まあ、とのつまり幸せになりたい方に、今回のメッセージをお届けしたいです。はい。素晴らしいと思います。まあ、まさにね、特に健康と、あと恋愛の話題もちょっと出てましたけども、やっぱ健康状態を壊すと、まあ、恋愛なんてどうでもいいやっていう風になってきたりとか、どうせこの体じゃ、まあ、いい反応もらえないしなって思ったりするもんなんですけども、なんか体がシャープになってね、この前ミスター M さん、ちょっとスーツを着てらっしゃったところもあったんですけども、やっぱりこう、自分のお気に入りの服が入るようになると自信もついてくるし、それでいて鏡の前にいる自分ってのが、お、俺変わったなみたいに、やっぱりこう、どう見ても感じるわけじゃないですか、ミスター M さん自身がね。気に入った体になってると思うんですよ。そして気に入った精神状態、気に入った、まあ、健康状態ね。だからこれ、より自信を持った人間付き合い、人付き合いができていくと思うんで、やっぱこう、恋愛に対してね、と一歩も二歩も前に出れる、出たいなっていう方には、やっぱりこう、一つ体型を整えていくためのダイエットっていうのが必要だと思うんですけども、ただ、問題は、ダイエットって結構きついんですよね。だから今回聞いてみたいなと思うのが、その肉体改造をする際に、最も苦しかったこと、ミスター M さんなりに最も苦しかったことは何なのかな。で、私はもう、物が食べられないっていうのが苦しいんで、諦めることが多かったんですけども、でも今回はいい食事の方法が結構ね、ノウハウとして詰まってるみたいなんで、食べる食べないっていうところに、最も苦しかったことがあるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、その辺どうなんですかね、肉体改造する際に最も苦しかったことってのは何だったんです？あ、はい、私の場合は、自分に合ったダイエットをするための、まあ、知識がなかったっていうのが一番、苦しくなる原因になってたんじゃないかなというふうに思います。うんうん、知識がなかったので、まあ、いろんなダイエットの種類がある中で、ファスティングと呼ばれる断食のダイエットだったり、最近流行ったの16時間ダイエットだったり、有酸素運動によるダイエットとか、まあ、以前やってた筋トレでダイエットできるのかっていうようなことを試してみたんですけども、やはり自分に合わないダイエット方法をしたときに、リバウンドしてしまったり、もう食べるのがもうつまらなくなってしまったり、体調を崩したり、まあ、はたまた体重は減ってくんだけども、鏡に映った自分を見ると見た目が悪くて、なんだかこう老化している体、なんか老け痩せっていうのがあるらしいんですけども、そういう、なんかそういう状態、に陥ったりすることが、ありました。で、まあ、やっていくうちに、ただ、体重が落ちるだけではいけないっていうことに気づかされて、で、ダイエットに関する、学習を積み重ねていって、今の自分に合った、しっかりと食べて、ダイエットする方法というものにたどり着けたので、今、リバウンドすることなく、日々を、そうですね。ております。はい。じゃあ、様々なダイエット方法をね、こう、手探りしながら、自分に合ったダイエットにたどり着いたときに、その、ダイエットによるリバウンドとか、まあ、老け痩せみたいな、かっこ悪く痩せるみたいなのが乗り越えられたっていう感じですかね。そうですね。確かに、むやみやたらにダイエットして痩せると、シワが増えたように見えてね、しぼんだ感じで。だから、老けて見えるってのはよく言われるんですよね。だから、上手に痩せて、それこそ肌のツヤも維持しながらしないと、痩せたんだけども、ヨボヨボに見えるみたいな感じで、老けて見えたら、これまた意味がないですかね。なるべく若々しく、張りとツヤを残したまま痩せようと思うと、まあ、それなりの食品とかにも気を使ったりとか、飲み物とかっていうのも、すごくセンシティブになってくるのかなっていうところなんですけども、まあでも、いずれにしても、そうやって目標に向かって、痩せるためにいろいろと頑張らないといけないときに、まあ一つね、
まあ、モチベーションどう維持するのかなっていうところも気になるところなんですよ。通常あれこれやってダメだったらもう諦めてもういいやってなりそうなんですけども、あれもダメ、これもダメ、じゃあこれはどうかな、あれはどうかなというふうに、なんか好奇心もあったのかなと思うんですけども、目標を達成するためにミスター M さんのこのね継続を維持するためにモチベーションをどのように持ち続けたのか、それはどういうふうに持てばいいのかなってところも多くの視聴者さん興味があることだと思いますんで、この辺もちょっと教えてもらえますか。あ、はい、わかりました。私の場合は、YouTube で、ダイエットに関する動画を見ることが多かったので、その中で、そのダイエットの結果を配信してくださってる方の動画を見ながら、こう、意識を高めるっていうか、まあ自分も頑張ろうっていうふうに、思うようにして、やれてこれたのかなという、大きいです。はい。うん。なるほどね。でもこれは、そうすると、まあ、年単位でミスター M さんをずっと見続けた私からすると、まあ、元々のミスター M さんとは違った今人物が目の前にいるわけですけども、こうやって話してみると、あ、ミスター M さんじゃんみたいな感じで、でも励みにはなりますね、やっぱり。数年前と今と見ると、あ、こうなるんだ、みたいなね。あと、失礼しました。ちょっと前なんですけども、私キックボクシングの試合に出たんですよね。10月の1日だったんですけども。で、その時、私は経験がない状態で2023年の1月に試合を決めたんですよ。出るぞって、その時は気合だけで。でも、同時に思ったのが、何の経験もなくって、トレーニングをまともにやったことがない私が、そんなね、やってみたいだけで出れるのかなと思って、まあ、いろんな方に聞いて、トレーナーさんにも聞いたんですけども、トレーニングを続けていけばできるよっていうふうな、その目標値を見せてくれたんですよね。さすがにそれが1年未満だと結構ハードですよみたいなことにはなったんですけども、でも、スタミナをつけて、技を覚えて、で、防御を覚えて、そしてトレーニングをするみたいな段階を経ていって、その段階に、自分がね、合わせられれば。例えば、スタミナがついてないのに、パンチやキックをいくらやっても全然ダメなんで、まずはスタミナをつけることを、一番最初やったんですよね。そういうふうに少しずつ積み上げていくと、まあ、試合に出るぐらいの格好にはなる、みたいなのが、この1年間、まあ1年弱ですけど、私は体感してるんですよね。同じように、まあ体重を変えていく、肉体改造をするっていうのも一つの目的で、いや、自分には無理だろうってスタートするときは多くの方が思うんですけども、ミスター M さんの姿を見てるとね、あ、自分にはできそうだなっていうふうに思えるんですよ。で、そのための今、ミスター M さんは多分コーチができると思うんですよね。いろんなダイエットの方法を見て、試してみて、自分に合うのは今、ミスター M さん手に入れたけども、じゃあ他の人の体格とかライフスタイルに合ったものはこれじゃないかなっていうふうに当たりがつくんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう意味で言うと、結構ミスター M さん自身のダイエットっていうのが多くの方の役に立てるんじゃないかなっていうふうに私は見えたんですけども、例えば誰かがダイエットしたいんだけどっていうふうに相談に来た時に、なんかこう、アドバイスをしてあげたりとかお手伝いしてあげたりみたいなことは、なんかね、さすがに今は結構できるんじゃないかなと思いますけども、そういったことってあります？そうですね。自分の経験を通じて、まあ、僕はすごい遠回りをして、こういろんなものを試して、今のスタイルにたどり着いているので、うん。まあ、その、まあ、もし、相談してくださる方がいらっしゃれば、その方のライフスタイルだったり、うん。その方に合わせた、アドバイスを、できるんじゃないかなと思います。はい。うん。その中でね、ダイエットや筋トレって、まあ、何回かやったことがある人ばかりだと思うんですよ。それが自己流であったり、本で見たりとか、ネットで探したりとか。でも、誰かの手本動機を受けて、やったっていう人はあんまりないと思うんですけども、じゃあその中でね、ダイエットとか筋トレ、肉体改造に対して、なかなかうまくいかない人ばかりだと思うんですけども、その原因ってやっぱり何なんですかね？指導者がいないことなのか、それとも他にあるのか、どう思われますか？私が思うのは、大きく分けると2つの原因があると思います。
で、一つ目は、あなたに合ったダイエットだったり、筋トレだったり、肉体改造の知識がないこと。うん、で、これっていうのは、今の世の中、そのダイエットや筋トレや、肉体改造の情報を探そうと思えば、いくらでもインターネットとかで出てくると思うんですけども、その反面、自分に合った情報を見極めるのは難しいと思います。うんうん、で、なぜならば人それぞれ十人十色で、ダイエットをするにも年齢、まあ、体、身長、体重、環境、まあ、習慣だったり、経験、まあ、精神状態とか、まあ、好き嫌いもあったり、一人違いがあるから、だからその、難しいなと思います。で、二つ目は、そのダイエットをしようとする方が、明確な目的から生まれる、強烈な動機を持っていないことじゃないかなと思います。うん、で、目的が明確でない。で、つまり、あなたの心の奥底にある本当の気持ちに気づいてなかったり、うん、もしくはそういう気持ちに蓋をしている場合があるんじゃないかなって私は思ってまして、で、私自身はホームレスになった時も、ホームレスから解放されたされて間もない頃っていうのは、もう私の人生は終わった。でも普通の人が当たり前にできていることっていうのはもう私にはできないっていうふうに思ってました。で、もう自分で私が今まで思い描いてきた人生っていうのはもう送れないんだなっていうふうに、まあ、自分の人生に蓋をしました。でも、まあ、その後、まあ、生きてきた中で、まあ、いろんなきっかけがあって、やっぱり自分は人生を取り戻したい。で、人生を諦めたくない。で、心から幸せになりたいっていうふうに、まあ私自身の目的で、本当は私はどうしたいのかっていうことに気づかされました。で、これらの明確な目的があったので、私はもうダイエットに対して、もう絶対にやるんだっていう、健康になって、目的を達成するんだっていうふうに思って、取り組んだので、うん、成功できたんではないかと思っています。なるほどね。確かに、明確な目標ってのは、何よりもの、行動動機になると思うんで、ちょっと流行りだからやってみるとかね、ちょっと周りの人に影響されてやってみるっていうのは、結構熱しやすいんだけども冷めやすいところあるかなっていうふうに思いますね。むしろ、まあこれも私の、ね、キックボクシングの試合の経験になりますけども、周りに格闘技やってる人誰もいない状態で、自分だけがロッキーのビデオを見たりね、最近だったらクリードとかですけども、それから初めの一歩って漫画を一巻から見てきたりとかして、あ、俺青春時代に格闘技やりたかったけどやってなかったな、今からできないかなっていうふうにくすぶったのを思い出して、で、トレーナーに相談してみたんですよ。俺試合に出たいんだけど、割られるかなみたいな。そしたら、いや、出れるよみたいなこと言われて、そこで目的が明確になったんですよね。そこからちょっと考えると、自分の本当の欲望を、もしね、誰かと話し合えるんだったら、ものすごく明確になっていくのかなと思うんで、そういった意味でも、ちょっとダイエットに、こうね、きっかけを求めてる方は、まあ、ぜひミスタイムさんと対話することによってね、本当に自分は痩せて何がしたいのかってことが見えてくるかもしれないなっていうのが一つ。もう一つは、確かに検索してもダイエットの方法とか肉体改造の方法は山ほど出てくるんですけども、自分に対して語りかけてくる、まあ、名指しで語りかけてくる情報ってのは当然ないんですよね。ね。私はまあ、久保哲郎って言いますけども、インターネット探したら、久保哲郎のダイエット方法はこれだって、どこにも書いてないんですよね。無数に情報がある。だから、多分、指導者が必要になるのかなと。ね、例えばミスタイムさんが、誰かのダイエットや肉体改造を指導するときに、A さんっていう方に対してするときには、A さんのことを分析しまくって、A さんにだけ合致した情報を投げてくれると思うんです。
そういった意味で言うと、やっぱりね、その人に合ったやり方を教えてくれる人っていうのが、まあ、必要不可欠だなっていうふうに、まあ私の格闘技をこうね、50歳になってやった時のことも思い出しながら、それから今までのいろんなことを取り組んだ時に、やっぱ指導者がいたら、問題解決は早いなっていうものがありましたね。だからきっとミスタイムさんが今ね、言われた、ダイエットとかに失敗する人の原因の二つってのものすごく合っていて、自分に合った方法を教えてくれる人ってのがいないってこと。指導者がいないってこと。もう一つは、明確な目標を、やっぱ自問自答するのに限界が来てるから、やっぱ、失礼しました。誰かと対話することによって、なんかこう気づくとかね、その人に、あなたはこれなんじゃないかなっていうふうに気づかせてもらうことっていうのがね、まあ、要するに伴走者がいるっていうのはすごく心強いなっていうふうなことを感じましたね。うん、すごい今のミスタイムさんの答えっていうのはその通りだなと思いました。で、そこで次の質問になってくるんですけども、今回のミスタイムさんの取り組みなんですけども、やっぱりミスタイムさんは40代前半ってことですけども、まあ私はどうしてもね、40代、50代っていうこの2つの括りで見るんですよ。例えば50代の方で、ちょっとこう、貫禄が良くなっちゃった、太っちゃった、体重ちょっと90キロぐらいオーバーしちゃったんだけどなぁ、という方がね、もし食事療法なりで肉体改善しようと思ったら、これは結構難しいもんなのか、全然そんなのはできますよってことなのか、ミスタイムさんから見てどうですか？まあ、そういった方でも、今申し上げました二つのうまくいかない原因が解決できれば、できると思います。うん。うん。ということは、私は、アドバイスをできると。うん。アドバイスができる自信があります。うん。確かにね、あの体型からぐっと絞り込んできたミスタイムさんなんで、多くの人を導いていけるんだろうなって気がしますよね。でも通常の方ってのは多分20キロとか30キロをぐっと痩せるっていうよりも多分5キロとかね、多くて10キロを痩せればもう見違えたような自分になるみたいな、こういう方が多いのかなと思いますんで、実際もっともっと目標達成は、まあ簡単とは言いませんけども、そんなね、なんか血で血を洗うような道にはならないと思うんで、まあミスター M さんは25キロのダイエットに成功しましたけども、でも5キロとか10キロだったら、もうちょっと取り組みやすいものを、なんかこう作ってくれそうですよね。そうですね。もう、くんまえちょっと増減の幅がすごい広いので、これを皆さんにってなると、ちょっと再現性が、ちょっとそこまでは、自信持てないので、うん、5キロだったり10キロであれば、私、が遠回りしてきた分をカットすれば、うん、いけるんじゃないかなっていうふうに、うん。自信持ってできると思います。実際その25キロのダイエット、25キロ分か30キロかね、その辺、細かいところはあれですけども、2、30キロ減らすのに、ミスタイムさんは、やっぱり1年ぐらいで達成したって感じですか？ 2年ぐらいですね、トータルでは。はい、はい。すごい遠回りして、やっていくのでも失敗もすごいありましたので、すぐにできたわけじゃないです。まあ当然、はい、そうだと思いますけども、そうなると、5キロとか10キロってことになると、まあさすがに2年はかからないから、そんなに長いスタンス動かなくても大丈夫ですよってことと、やっぱこう、効果を感じながらやれるから、もうやる気もなくなりそうないですね。ね、そうです。効果は見てていただけると思います。特に食事の我慢は必要ないんでしたっけ？食事の我慢になる、まあ、確かに我慢は出てきますね。我慢じゃなくなるというか、まあ、もう習慣化するとこに持っていくので、うん、持ってきたので、まあ、そのやり方をお伝えしたいと思います。まあ、我慢っていうよりも、正しい食生活に慣れていただくというふうに、まあ確かに今じゃあ何食べてるって言ったら昔食べていたもので食べなくなったものももちろんありますし、まあ逆にもはもう食べたくないなと思ってくるものも増えてきてます。
それぐらい、変わってきてます。食に対して。じゃあ、空腹で辛いってことはないけども、食べるものの種類はだいぶ変えていく必要もあるし、自然に変わっていくってことですかね。そうですね。もう自分の中で、これは絶対食べないって決めるものも出てきますし、なんか、知識を、学んでいくと、あ、これもう食べたくないなと思ったり、もしくは、自分を洗脳することもあるんですけど、これはもう癌につながると思う。食べたくないっていうふうに、もしも、なんか、食べたくて、どうしようもない時だったら、そういうアプローチの仕方をして、癌になるんだったらやめようかなっていう持っていたり、そういう細かいテクニックも使ってしています。なるほど。はい。じゃあ、細かいところは、また、対話の中で探っていくってことになると思いますけども、今回ね、こうやって一通りお話聞かせていただいて、私も非常にためになったんですけども、今日、こうやってね、ライブ放送、もしくは、YouTube をご覧の皆様に、ここまで見ていただいて、ミスター M さんから、ちょっとプレゼントがないかなと思って、いつも、こうやって対談の時は期待してるんですけども、特別な取り組みとかがもしあるようでしたら、ちょっとお話しいただきたいんですけど、なんか準備してるものあります？はい、今回準備させていただきましたんで、この画面の切り替えをしたいんですけども、ちょっとやってみますね。はい、どうぞ、お時間かかっても大丈夫ですから、やられてください。切り替わるぞ。設定が、おさんの方で有効にしないとできないんでしょうか。なるほどね。これ、画面の指定しましょうか。ミスタイムさん。共有。そうするとできるんでしょうか。はい。お渡しします。どうぞ。ちょっと切り替えてみます。はい。ミスター M さんが。映りますか。はい。今見えてますよ。ダイエットレシピ、ミスター M 商品一覧と。はい。今、私の商品があるんですけども、三つありまして。はい。今回、YouTube もしくは Zoom で、ご覧いただいている方に、まず、一番目の商品っていうのは、どなたでもご利用いただけるんですけども、はい。ミスターへの無料相談室。はい。というのは、料金はかかりませんので、はい。ダイエットに関する質問がございましたら、メールのやり取りでお答えさせていただきますので、はい。気軽にお問い合わせいただきたいと思います。おう、はい。で、これお問い合わせっていうのは、これ Gmail になるんですけども、はい。これですね。Mr.M ダイエット応援@gmail.com。はい。Mr.M ダイエット応援@gmail.com。はい。こちらにご質問いただければ、私が本気でお答えしますので、ご利用ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう二つ商品があるんですけども、二つ目はダイエットのオンラインコンサルですね。うん、こちらは、お値段が2万円なんですけども、うんうん、これは Zoom または LINE 電話、Skype で、約1時間、今回、ダイエット、うまくいかないっていう方に、どうしたらいいかっていう、2つの原因があるっていうお話をさせていただいたんですけども、うん、はい。その2つを解決するっていうお時間を、作ろうと思いまして、はい、あなただけのあなたに合ったダイエット方法をオーダーメイドで提供しますと、
良い商品がございます。うん、で、今回、この商品に関しては、はい。ズームをご覧の方、もしくは YouTube でも構わないんですけども、はい。先着で3名様に、ズーム見ました。はい。コンサル希望っていうタイトルで、送っていただければ、なんと。通常は2万円、1時間2万円で、はい。提供させていただいているんですけども、50% オフの、1万円で、先着3名様、はい。対応させていただきます。あ、今日の、じゃあプレゼント、先着3名様でございますね。はい。はい。そうですね。今日のプレゼントは先着3名様で、はい。通常2万円の、ダイエットのオンラインコンサルですね。はい。あなただけのあなたの、あなたに合ったダイエット方法を一緒に、話し合いながら作って、お渡しするっていう、サービスです。いや、もうこの後すぐにメールした方がいいですね。あ、そうですね。3名様、はい、先着でさせていただきますので、ご興味ある方はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、そして最後に。はい。三つ目。三つ目は。うん。こちらはですね。はい。マンツーマンのオンラインダイエットコース。うん、こちらお値段はちょっとお高くなってしまうんですが。はい。30万円で。うん。3ヶ月ですね、期間は。みっちり。はい。みっちりと。で、まずやることは、二番目の、オンラインダイエットコンサルと、まず、最初は同じなんですけども、あなたに合ったダイエット方法というのを、はい、ヒアリングをすることで、オーダーメイドで、提供して、はい。で、進め方は私が3ヶ月間、毎日の徹底的にあなたに密着をして、やはり継続ができない方だったり、意志が弱かったりとか、途中で、はい。こう、続けるのが難しいっていう方に対して、ダイエット成功率を最大限に高めるコースとなっております。まさに伴走型ですね、これはね。そうですね。もう、私が毎日密着しますので、うん。で、サービス内容としては、毎日の食事の指導をさせていただいて、はい。毎日のアドバイス、応援のメッセージ、うん。こちらは動画で送らせていただいて、うん、で、3ヶ月のうち、まあ、1月4回の途中経過の確認のミーティングをさせていただいて、これは Zoom、または LINE 電話、Skype、うんうん、まあ、これで約1時間、これさせていただく、はい。というものと、うん、そうですね、最後に特典ということで、メールのサポートを10年間保証っていう形で付けさせていただきます。10年間で50歳になっちゃいますよ。そうです。まあ、それぐらいの気持ちで私は、うん、伴走したいなっていうふうに思ってますんで。すごい。なんですけど、まあ、密着っていうのは3ヶ月に点検させていただくんですけども、うん、メールでのサポートは10年分お付けいたします。はい。まあ、それ、まあ、その中で、まあ、もちろん、もう一度見直したい。実際に、私と、対話する中で、もう一回、はい、うん、整理をしたいっていう場合、まあ、この2番のサービスのダイエットオンラインコンサルなんですけども、うん、こちらは、再度お求めの場合は、3番のコースの方は、1回 75% 引きの5000円で、1回5000円で対応いたします、はい。うん。という内容になっております。なるほど。はい。ですね、今回のプレゼントは、この1番の無料相談室。これはどなたでも大歓迎なので、よろしくお願いします。で、はい、もうすぐに私に合ったダイエット方法を作りたいっていう方は、2番目のダイエットのオンラインコンサルで、
通常2万円のところを、先着3名、1万円で、させていただきます。まあ、今回のプレゼントは以上です。はい。ありがとうございます。はい。以上、プレゼン終了ですから。はい。ホストのチャンネルをまた戻していただきます。じゃあ、理解お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、ミスタイムさんから3つのプレゼントをいただきまして、結構ね、まあ、無料のコースもあって、あとは、3ヶ月みっちりコースっていうのは、これは効果出そうですね、かなりね。うん。でもまあ、いきなり、じゃあ30万のコース行きます、みたいな人はなかなかいないと思いますんで、まずはまあ、無料の面談をちょっとさせていただいて、その中から、やっぱこれは、すぐにやった方がいいなっていうのも、込みで、ちょっとこのミスタイムさんから助言いただければいいんじゃないかなと思いますね。うん。確かに、3ヶ月ともなると、これは、少なくとも、5キロっていうのはもう完全に行きますね。これはどう転んでもね。今そうですね。5キロはお約束。うん。できます。5キロちゃんとやったらこれ誰でも行くんで。ただ、一人だと行かないんですよ。不思議なことに。ね。そうですね。5キロを痩せることができてるんだったら、もうそもそもこれ見てないですからね。まあ、ですんで、今回は、ライズアップに行ったつもりでね、ミスタイムさんの、マンツーマンコンサルを受けてみてはいかがかなというところでございます。さあ、いよいよね。失礼しました。さあ、いよいよ、ミスタイムさんともお別れの時間が迫ってくるわけなんですけども、連絡先は先ほどのメールアドレスで、すべてよろしかったですかね。あ、はい、すべて、先ほどの連絡先で、はい、Gmail の Mr.M ダイエット応援、アットマーク、gmail.com、うん、こちらのアドレスに連絡をいただければ対応いたします。はい。じゃあ今日ね、ここまでご覧になっていただいた方に、ミスタイムさんから最後に熱いメッセージをお届けいただければと思いますけども、よろしくお願いします。はい。今日ご覧いただいた皆様、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。今回のズームのお話をあなたのダイエットに少しでも参考にしていただいてお役に立てれば幸いだと思っております。本日のツール、本日の出会いに感謝いたします。ありがとうございました。はい。以上でよろしかったですかね。はい。以上です。はい。ありがとうございます。あとはね、ちょっと、すみません、ありがとうございます。ちょっとこう、肩の力を抜いてね、もうミスタイムさんと懐かしい話をして、ちょっとエンディングに入っていこうと思うんですけども。いや、でも、ご覧になってる皆さん、ミスタイムさんすごいでしょ、この体験の変わりを。いや、私も、もうびっくりしましたよ。以前も、あ、変わったなと思ったんですけども、どちらかというと、体重がぐっと痩せたっていうよりも、体型が変わってマッチョになったなっていうのは達成したんですよね。でも今回は、マッチョのまんま、こう、なんかね、こう、細くなったと言いますかね。かっこいい男になったなと思います。顔も全然違ってきましたし、なんかそう、若返ったといえば若返ったんですよね。なんかこれね、40代って、まあ50代もそうなんですけども、もう一回男を鍛え上げるいいチャンスなんじゃないかなって思ってきました。いろんな経験をミスタイムさんとね、ガチンコやったりとか、今回ダイエットのことを話したりとか、それから他でもね、他の速化塾の塾生さんといろんな企画を通じながら、私もね、今51歳になってしまったんですけども、なんか結構いろんなこと一緒にやらせてもらったなと。なんか、日々ワクワクするっていうかね、変化する自分と変化する皆さんと、こう、ずっと見続けて、すごく嬉しいなってこともありますし、まあ、ミスタイムさんね、こうやって再会できたというか、別にお別れしたわけではないんで、再会という言葉が適当かどうかわからないんですけども、ガチンコマッチョクラブで一定の成果を上げた後、今回、ガチンコダイエットコース、なんていうタイトルで呼べばいいかわかんないですけど、マイナス25キロというね、タイトル今のところ付けさせてもらってますけども、なんかやっぱり、いつからでも人は何でもなれるんだなっていうふうに、改めて思いましたね。まあそれを今回ミスタイムさんから私自身学び取ることができたんで、私もね、なんか新しい挑戦をまたしたくなっちゃいましたね。うん。
はい。とりあえず、ミスタミさん、お腹が空いてどうしようもないってダイエットじゃないと思いますんで、その辺は安心していいですね。まあ、そうです。しっかり、食べるものを、選んで、食べるの我慢するんではないので、うん、しっかりと食べて、健康的に痩せていこうという、方法ですので、ご安心ください。はい。はい。ということは、通常私たちが何も考えずに、自炊をしたり、外食をしたり、飲み食いしてると、まあ、いろんな太る要素が自然に入ってきてるってことを日々繰り返しちゃってるってことなんですかね。そうですね。まあ、自分で気づいてないうちに、すごい太りやすい食事になっていたりっていうのがすごいありました。自分自身も。うんうん、すごいお菓子とかも好きで、甘いケーキとかも好きで、うん、まあ、お酒も飲んだりしてたんですけども、うん、もう変わってきてますね。うん、やっぱこう、はい、年齢とか時期に応じて、まあお酒を飲んだりとか、人によってはタバコを吸ったりとか、スナック食べたりとか、マクドナルド行ってみたりっていうのはあると思うんですよ。でも年齢とともに健康と相談したり、将来と相談した時に、人っていうのはどっかできっかけが来るんでしょうね。この食生活はダメだろうみたいに思い直して、あれほど好きだったピザをやめてしまうとかね、あれほど好きだったビールにもう行かなくなっちゃうとかね。で、それからなんか心地よくなってきたりとか、なんか全然苦痛じゃなくなってくるんでしょうね、きっとね。私も飲み会なんてのは全然行かなくなりましたけども、まあ今はね、そんなに飲みに行きたいなんて思わなくなっちゃいましたし、なんか冷たいお茶を飲んでれば心地よかったりして、なんかそういう意味で言うと、うん、なんか食事も薄味も敏感に感じれるようになったりとか、マヨネーズとかソースもね、そんなにつけなくなっちゃったんで、うん、なんかこう、まあ若さをなくしたっていうふうな言い方はしたくないんですけども、なんかちょっとこう、味を楽しめるようになったかなとかね、健康とともに、なんか味覚を取り戻したような感じはしますね。ミスタイムさんのダイエットメニュー見てても、まあお砂糖とかないですし、ドレッシングをガンガンつけたりとかなくって、本当にこう、塩コショウがパラパラっといくぐらいで、すごく胃にも優しくって、体良くなりそうだなって思うんですけども、やっぱそういうふうな調味料とかの知識も自然にこう入ってくるっていう感じはあるんですかね。そうです。すごい知識が広がりましたね。この今までの過程で、そうですね。うん、まあ、どういうのが太りやすいとか、体に悪いとか、うん、どういう影響が出るとか、すごい知りたい、食に対する学びの欲がすごい高まってきてるので、まあ、すごい調べる習慣がついてよかったなって思ってます。でね、もう一つちょっとね、私の経験からミスタイムさんと話したいところがあって、マヨネーズとかケチャップって、つけてた頃って、500g とかがね、すぐなくなってたんですよ。だから、相当使ってたと思うんですよ。焼肉のタレとかも。好きだった頃って。でも、調味料にこだわり出して、なんかこう、例えば塩コショウとか買ったらね、なんかなかなかなくならないんですよね。ちょびっとつければ味がするんで、しかも、すごく、少量で、ものすごく素材の味を膨らませてくれたりとかね、感じさせてくれたりするもんなんで、なんか調味料が減るペースって、私はすごくね、ゆっくりになったような感じがするんですよ。食生活を気をつけ出して。ミスタイムさんって調味料なんかどんなペースで使うような感じです？なんか本当に減らなくなってきたような感じがあります？意外と、前に比べて、使う種類がすごい限られてきたので、その消費は激し、早いかもしれないですけど、同じものを使う傾向があるので、なんかいろいろ調べた中で、まあ、自分に合って太りにくいものをよく使うようになって、まあ、むやみに、体に悪いお砂糖を考えたりとか、ケチャップとかソースをたっぷりとか、ドレッシングとかっていうのはなくなりました。なくなりましたよね。はい。なんかそうなんですよ。だから、料理の味ってよりも、調味料の味で食べてたような感覚から、料理を食べるようになってきたっていう感覚なんですよ。そんな感じですよね。あります。なんか素材の味が分かるような、まあそういうの楽しいんですけども。うん。
今まで、まあ、ない感覚なんで。失礼しました。多分ね、ミスタイムさんの食事の、こう、センスとかを学び出すと、なんか、台所に入る回数も増えてきてですね。まあ、いろんな、こう、調味料の、なんか入れ替えとかも起きるのかなって気がしましたね。なんか、環境が変わるってやつですか。うん、なんかまさに、そう。ね、痩せる環境が出てくるのかなと。ね、もう料理するのがもうすごい、今も楽しくなってます。今、ザイグルでやるんですか？ザイグルだったり、ホットプレートだったりがメインなんですけど、はい。うん、そうですね。すごい楽しいですね、今。はい。じゃあもう、料理の楽しみも、なんか一つ趣味のように取り組んでいけるみたいな感じで、もう料理も楽しいから、なんかダイエットも無理なく進むみたいな相乗効果出そうですけども、ぜひね、そんな、楽しい、グループをこれからも育てていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。あ、ちょうどお時間になりましたんで、このあたりでね、皆さんともお別れしなくてはいけませんけども、またこの企画ね、いろいろやってみたいんで、ぜひ参加してください。また、ズームの方にでも。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではね、皆さん、ミスタイムさんにぜひね、一言お声がけいただければと思いますんで、ダイエットは必ずみんなね、どっかでテーマになってきますんで。今心配してなくても、来年とか再来年とかね、あ、痩せなきゃと思いますよ。ね、今すぐじゃなくても。その時はミスタイムさんと繋がっててよかったねって話でございます。はい。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。します。お疲れ様です。